お芋をもらったぞ。3、2、1、どうぞ。さつまいも。お母さんたらこんなにたくさん焼き芋屋さんができるね。いろんなのがある。赤ちゃん芋。でも助かった。今月は家計がピンチだから、お給料日までこれでしのげるわ。ラッキー。はい、ひま。あーん、おいしいでしょ。ほどほどにしとかないと晩ご飯食べられなくなっちゃうわよ。いただきます。見事に芋ばっかだな。さつまいも尽くしって言って。うまい。そうでしょう。お味噌汁も。おやつからずっとお芋。秋田県、岩手県、体にいいのよ芋って。ほら、もっとこってりしたものを食べたい。やっぱり動物性タンパク質は欲しいよな。少ない食費でやりくりするのって大変なのよ。お給料上がらないかな。しんのすけ、せっかく九州のおばあちゃんが送ってくれたんだから感謝して食べなくちゃダメだぞ。イヤッホー、ラーラララララ、よっしゃ、やったぜ。見たか、食物繊維の威力。ん、あら、どうも。ご機嫌だね。ここんとこお通じがいいみたい。はあ、こんにちは。今日はいいお天気ですね。ほんと。よくらせ。親戚からいっぱいもらったからおそわけ。金時だからおいしいよ。あ、はい、どうも。増えた。断ればいいのに。お隣さんにお芋あげるつもりだったのに。だったらあげれば、ブツブツ交換ってことで。それはブツブツ交換っていうの。だいたい高級な金時もらって、こっちは普通のお芋ってわけにはいかないじゃん。まあ、見栄っ張りジェンヌなんだから。母ちゃん、頑張って食べなよ。毎日どんどん出るんじゃない。あんたもどんどん食べるのよ。いただきます。またお芋なんだ。いいな。何が入ってるの。これはね、鮭。いいな、鮭。俺のお芋と交換しない。僕もおにぎり食べたいもん。共食いは良くないぞ。ほっといてよ。じゃがいも小僧はおとなしく、さつまいも食べてなさい。やれやれ、おにぎりマンにじゃがいも小僧って言われちゃった。むひー、じゃがいも小僧からさつまいもマンに変身しそう。変身。しんちゃん、これまた初で。さすがに飽きてきた。いっぺんに片付ける方法。そうだ、ただいま。どうきたもんだ。あら、おかえりなさい。お客。うん、まあね。あ、給料日前なのに飲んできたの。ああ、お芋から逃げたわね。いや、まあいいわ。でも適当に相手してよ。誰が来てんだ。おかえりなさい。お邪魔してます。秋の味覚を味わう会なんですって。感激です。これどういうことだ。さつまいもを一気に片付けちゃおうと思って。で、これはなんでサンマまで。特売で買いすぎちゃって。それにお芋だけじゃすぐバレちゃうしね。はい、お待たせ。おお、サンマ。いいね、いいね。嬉しいな、僕大好き。今日は思いっきり食べられるね、よしりん。うん、サンマうまいっす。お芋じゃな
なきゃ何でもいい。あら、お芋も食べてね。はい、お芋ご飯のおかわりは？お味噌汁もあるわよ。はい、いただきます。それにしてもお芋が多いですね。そりゃ秋の味覚といったらお芋でしょう。あー、秋の味覚っていうとやっぱり松茸ですよ。そうそう、松茸食べたいね。デザートだったら柿、ぶどう、栗、秋はいいっすね。勝手なこと言わんで芋を食え。芋、さあどんどん食べて食べて。はいはいはい。必死だな、2歳のやつ。俺たちよりも先にお芋に飽きたみたいね。ほらほら、どんどん食べて食べて。やったー、これですっきり。いや、残りの芋も全部土産に持たせるなんて、さすがだな母ちゃん。明日はお給料が出るし、焼肉にしよっか。おお、いいねいいね。母さんが送ってくれたさつまいも一人では食べきれないので。って、無才のやつ！しかも着払い！